篠原秀吉は日本の新聞記者、実業家、元工下新聞社社長、無関の帝王、社会の牧託という二つの言葉を体現したような人格者として知られた。また、学生時代から柔道で鳴らし、行動館八段という経歴から日本体育協会評議員を務めるなど、スポーツ環境の整備に尽力した人物としても名高い。父は篠原加納。 聖4位、君山党に助せられた、群馬県前橋市出身。神戸新聞社社長のほかに、中央共同募金会理事、群馬県観光協会会長、群馬蔵子会,会会長、群馬県報道委員会委員長、群馬県広報委員会委員長、神戸文化協議会会長、前橋ロータリークラブ会長、群馬県共同募金会会長などの要職を歴任した。 学生時代に、行動館に入門。加納寺五郎の文下生として、稽古に励んだ。最終的に行動館八段に商談した。スポーツ団体の養殖を歴任し、スポーツ界に大きく貢献した。主なものを挙げれば、群馬県体育協会会長、群馬県柔道クラブ会長、群馬県アマチュアレスリング協会会長、群馬県柔道連盟会長、 群馬県スポーツ振興協議会会長、日本体育協会評議員、全日本柔道連盟評議員、日本体育協会理事などが挙げられる。ありがとうございます。